listening to Shibuya Cross FM. アダム・スミスの渋谷でナイト。皆さんこんばんは。アキオです。デンデンです。コウセイです。はい、今日もアザブスミスと渋谷でナイトの時間がやってまいりました。はい、どうもどうもどうも。で、今夜で3回目ということでございましてね、はい、早速我らアザブスミスについて紹介しましょう。アキオからよろしく。はい、我々アザブスミスは都内を中心に活動しているちょっと大人なアダルトなロックバンドでございます、うん、はい、はい、男女ツインボーカルですね。そうだ、はい、な、はい、アダム・スミスの音楽は、アメリカンロックを80年代のアメリカンロックをベースに、なんだってなんだって80年代のアメリカンロックをベースに、40から50代の大人たちには懐かしく、若者たちには新しい感じの音楽をやってます。そう、なんか仕掛けてきてるぞ、はい、まあ、ラジオのお聞きの皆さん、アダム・スミスをどうぞ応援していただければと思います、はい、ということで、はい、今夜のメンバーは私ドラムスのデンデンとギターボーカルの秋音とベースのコウセイです。はい、このモサイ3人トリオでお送りしてまいります。もしよかったら皆さん、このモサイ3人トリオのですね、なんかニックネームをつけていただけるとありがたいなと思っております。はい、またこの番組のご意見ご要望ね、そういったなんかニックネームなんかはですね、はい、info@shibuyacrossfm.jp までどん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 送っていただければと思っております。はい、またツイッターでもよろしいでございますよね、はい、カタカナでアザブスビスナイト、これ番組中にどしどし送ってください。はい、さて今夜もここクロス FM から50分お送りします。はい、ちょっと涼しくなった今宵、おっと可愛い子ちゃんが外で見てる今夜、頑張るぞおっさんたち3人が、聞いてくれ。なんか来たぞ声優さんカモーン。はい、このコーナーはこれからの活躍を期待されている声優さんをどこよりもいち早くキャッチしご紹介するコーナーでございます。はい、はい、今夜のゲストをお呼びしましょう。神戸たつきくんです。どうぞ。はい、どうぞ。来たたつき、素晴らしい。何が素晴らしいだよ、はい、いいね、色眼鏡だね。ありがとうございます。伊達なんです。今夜はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて早速ですが、神戸くんね、はい、自己紹介をね、この渋谷の皆さんにしたいと。大勢1万人ぐらい芝居を歩いている皆さんに、声優の神戸たつきくんです。よろしくお願いします。はい、アトミックモンキー所属の、新人声優神戸たつきです。よろしくお願いします。はい、帰らないで聞いてっていいです、ライブちゃうから、ここは。はい、どうですか。はい、なんか言った？なんか言った。なんか自己紹介したよ。ですね。あ、じゃあ過去出演作品などを言ってもよろしいですか？はいはい、ですね、放課後カタストロフィーという作品のドラマ CD ですとか、うん、劇場版の遊戯王ですとか、あとアプリゲームの三国ブレイズという作品などですね、出させていただいておりまして、あと声優とは別に舞台の方も、劇団ヘロヘロ級カンパニーというところの、劇団もやっておりまして、舞台作品などにも出ております。幅広いね。よろしくお願いしますよ。で、特技がね、はい、飲酒まあ趣味、趣味だね、趣味だね。そうそうそう。で、なんとドラム。あ、ドラム、ドラムいいですよね。ここまではデンデンと一緒、うん、いいじゃないですか、ね。ただ一個違うの、絶対音感がある。あ、ドラムなんだね。ドラムなんだけれども、なぜ絶対音感があるの。いらないよね、ドラムに絶対。まあ、使わないっちゃ使わないですけど、ね、でもあれだよね、クラシックのパーカッション出てる人はね、あ、ティンパニなんかはね、皆さんこう、ね、絶対音感持ってらっしゃると、はいはいはい、で、なんと12月17日生まれで、あ、そうです。 B 型のいて座ね。あ、そうだ、めっちゃ知ってるやん。でんでんでんの2日しか違うやん。2日しか違うん、俺19日だから、俺のが弟。いやいやいや、自分の PR いらんからだと。いやいやいや、なるほど、ね、俺のが若いいやいやいや、年違います、最初におっさんって言うとるから。でも最近ね、あれだ、神戸くんもたくさん作品出て頑張ってらっしゃる。ああ、そうですね、うん、結構今舞台が多いんですけれども、うん、声優の方も、ね、いや、このプロフィール写真がまたね、まさかの近日、ね、近日本当ね、もう歌舞伎役者みたいなね、もう本当に言われるんですよ、トゥルンとした顔な、ね、どないなってんねんっていう感じでございます。歌舞伎役者とかバレエ、できればみんなに見せたいぐらい
まあ、それ伏せといてや。まあそんな神戸くんですが、はい、最近好きな音楽は何でしょう。うん、そうですね、あのメタリカのあれから、スイートアンバーという曲なんですけど、もうね、うちのバンドにも隠れメタルファンがおります、ね、いやメタルはいいですけど、何を隠そう、この秋を、秋を、そう、こっちじゃないんで、秋をなんだよ ね、でも歌うのはフォーク、わけわからん。ギャップギャップ、ギャップ大事です。なんでメタリカ推しなの。でもともとそのメタルが好きだったんですよね、はいはい、で最初はなんか、結構メロディック系なやつを聴いてたんですけど、うんうん、である時友達にこのメタリカっていうバンドのエンターサンドマンっていう曲を、わー出た、勧められまして、おでこう渋い、すげー渋いと思ったんですよ、うん、このメタルの中にこのキャッチーなフレーズと渋さがあるってすげーってなって、で初めて買ったアルバムがこのスイートアンバーが入ってるセイントアンガーっていうアルバムだった。セイントセイヤ、いや違う違う、セイントアンガーです。セイジャーの怒りでも、いやこれがまたすっごい渋いんですよ。でもとにかくお気に入りのバンドになりまして、その中でも特にお気に入りの曲ですね。聞いてますね。いや長いですよね。それでは早速ですね、はい、神戸くんの得意な声で、はい、曲紹介をお願いします。声優さんですからね。ですか、はい、それでは神戸たつきでおすすめしたいと思います。それじゃあ聞いてくれ、俺のおすすめのナンバーメタリカでスイートアンバーだ。そうなんです、ね、こちらですね、僕も入っております劇団ヘロヘロ級カンパニーというところでですね、うん、10月20日から29日、うん、舞台版声優に死すアザーサイドという作品を、やらせていただきますので、ぜひこちらチェックして見に来ていただければなと思います。豪華ゲストが、多数出ますので、ぜひぜひチェックの方お願いします。この劇団ヘロヘロ級カンパニーが始まる前たくさんの声優さんがゲストで送り込まれてくるんだよ、ね、ここその番組に資格が送り込まれてきますか。そう、今回第1号だ。第1号、四天王の中でも最弱の、最弱なんじゃん、しばらく続く。なるほど。ぜひチェックしてください。10月20日から29日、はい、ね、そうでございます、はい、新宿スペースゼロシアター、はい、チケットはローソンチケットで、はい、ということで声優に死す、
ださいと、ね、ということで皆さん見に行ってあげてください。ぜひよろしくお願いします。あと神戸くんのねあの活動はね、はい、ツイッターで見れますからね。ツイッターの方で声優としての活動などもどんどん上げていきますので、こうチェックしていただければと、はい、ね、これからのね声優さんでございますから。ありがとうございます。 今のうちにあお互いしとか、ね、ぜひぜひぜひ、もう可能性の宝庫ですからね、うん、私が応援したからこんなに有名になったのよ有名になっても来ますからね。絶対来ないんだぜ。いやいやいますよ。もうここをいっぱいにして見せますから。こちらのサテライトでね、ここをね、歩道をね、歩道にとしてね、迷惑だからやめてもらっていい。もう警察出てきちゃうからね、やめてもらって。はい、皆さん、はい、しつこいようですが、もう一回劇団ヘロヘロ級カンパニーね、はい、舞台版声優にシスアザーサイド、アザーサイド、はい、10月20日から29日、うん、全土サイホール、はい、スペースゼロというところで、新宿ウェイスの、ね、はい、ですね、でございます。はい、ぜひよろしくお願いします。チケットはローソンチケットで購入できるそうでございますので、はいはい、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。よろしくお願いします。はい、はい、それでは最後に神戸くんからリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、先ほども言いましたが、私神戸たつき可能性の宝庫でございますので、ぜひぜひ、これからの活動を注目していただいてですね、はい、応援していただければもうすごく嬉しいので、ぜひぜひこれからもチェックよろしくお願いします。はい、はい、今夜のゲストは神戸たつくんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ESP 学園プレゼンツドリームアップステージ。はい、このコーナーは番組のスポンサーである ESP 学園出身で活躍するアーティストをご紹介するコーナーです。はいよ、さあ、はい、今回のゲストは大貫亮さんです。どうぞどうぞどうぞ。大きいな、大きいな、男前来ましたね、男前来ましたね。小野木亮さんです、どうぞお座りください。今夜はよろしく、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。とにかくでかい、でかいですね。192センチあるっつうからね、でかいにゃ。それでアーティストやってるのか分かんないけどね。僕もそれぐらいあったら人生ちょっと違ったんじゃないかなと思いますけど ね。そうですか。小袋とどっちが高いんだっていう。あれ多分、うん、僕が192センチなので、うん、多分同じか、僕がちょっと1センチ小さいかなぐらい。ちっちゃいんか。勝て、勝て。これから牛乳髪の毛を、ね、髪の毛を逆立ててね。はい、それではここで、オニックからね自己紹介をお願いします。はい、はい、シンガーソングライターのオヌキリョウと言います。神奈川県相模原市出身でして、うん、ここ渋谷でもですねライブやらいろんなことをお世話になっております。はい、はい、ぜひねあのオヌキリョウ名前だけでも覚えてほしいなと思っております。よろしくお願いします。よろしく、ね、はい、昔はバンド組んでたんだよね、うん、そうです、バンドマンでしたね。でソロになって、ソロになって、うん、もう好き勝手やらせてもらって、鳴かず飛ばずでいると、うん、飛んでるよ、頑張るぞ、頑張るぞ。でもすごいよ、今日持ってきた曲夢色、うん、はい、持ってきました。 BS12 で毎週土曜日18時55分から、うん、夢ラボっていう番組の主題歌になってる、はい、主題歌作らせてもらって、ね、ありがとうございます、はい、これどういう番組なの。この番組はですね、うん、あの学生さんたちが、うん、あの夢のルーツを語ったりとか、あの夢についてすごい語る番組なんですよね。自分がその夢にどうやってその夢を見つけたかとか、今どんなことをやって、さらにこう目標を掲げてやっているかとかを探っていくという。ああ、もうでんでんにはもう夢も希望もないね。何ですか。夢持っていこう。いや、まあ、通過はしてきてるね。夢持っていこう。最近悪夢しか見ないから、ね。確かに変な汗かいて起きるっつって。そうもううつぐっとしておきたいんですけども。ね、若者は夢があるでしょうな、うん、羨ましいな、すごいどす黒い話になってるキラキラした話ですよね。それキラキラしますから、そんなキラキラした番組見るか。出ました、ね、声出る声出る声出るいい声出る、さてなんか今日は夢色をアコースティックギターで生演奏で出してもらえるということで、ね、はい、あ、でも実はですね、うん、僕今日夢色を、うん、音源で持ってきてまして、うん、今日生演奏やらせてくれるって言ったじゃないですか、うん、それちょっと違う曲にしてもいいかな。いいよ、いいですか、はい、もう勝手にすればそれこそ言い方ゲスト、ゲスト言い方お何にすんの。おそれこそ今最近ちょっと新曲なんですけど、はいはい、新曲で本当まだ全然聞いたことがない人がたくさんいるとは思うんですが、おうおう、もうぜひ聞いてもらいたいと。おそれはファンが喜ぶね、すごく、うん、まあ、今後これが、ね、CD になるかもしれないし、ないし、
ね、お蔵入りになるかもしれないし、ただ僕は今歌いたい、歌いたい、そして、ね、うん、夢色は後でちょっと音源でチュルッと流してもらいたいなと思いました、うん、じゃあサクッとじゃあ1曲、うん、いいですか、はい、はい、いや、よかった、嬉しいな、マジで。タイトルは、タイトルは、タイトルはですね、うん、私という、私、曲でございます、はい、まあ、切ない曲なんですが、うん、じゃあやってみたいと思います、はい、生きる世界をどうしても
ございました。いいね、素晴らしい声出るね。ありがとうございます。上手だな。俺ずっとね、外歩いてるお姉ちゃん手ばっか振ってたからやったんだけどね。ほらいい曲、素晴らしいね。女性メロメロですね。いやありがとうございます。多く女心を歌い上げましたね。覚えてるよ、なんとなく印象残ってる換気扇ね。もっとあるやろ。そうですかね。もっとあるやろ。換気扇入ったわ、心に。新来たわ、ね、まだ新曲ということで、ね、新曲で、そして今ね、流していただいてるのが これ、ね、これが夢色でございます。全然この今の曲と感じは違うんですけど、ね、もうどうでもよくなっちゃいました、夢色ね。なんで感じやねー。大事です、夢色すごい大事ですから。すごく大事、大事で、ね、すごく大事。これそう、今演奏してたこの私ってはどういう時にこう浮かんだの？いやもう、ね、うん、なんでしょうね、やっぱり自分もやっぱ音楽、やっぱミュージシャンで、僕らミュージシャンであって常にこうキラキラというか前向きに生きていくのが生き様ってあると思うんですけど、うん、やっぱどうしても僕はあの不安になることとか、うんうん、悩みとかはずっと尽きなくて、うん、だからそれをなんか歌にして自分を救うでもないですけど、うん、そういう弱い部分をやっぱ歌にしていくのがいいのかなと思って、それでこうなんていうの、女性のこれ、うん、気持ちを歌ってるっていうのがまだちょっと不思議な感じがするんだけど、はい、それはなんか自分の表現方法として、そうです、ね、女性の方がやっぱり気持ちが乗りやすいとかなんかそういうのあるのかな。なんか僕それあるんですよね、うん、でもそうなんだ。あんただって女性の歌詞書くじゃない。僕も女系家族で姉が2人いるもんで。はい、女性の気持ちがやっぱ、女性の気持ちがちょっと馴染んでくるってこと、ちょいちょいやらしい女の歌詞書きますよ。いやらしいことあるかい。なんかね、なるよね。さてここで、お肉からね、はい、あのライブの情報を、はい、はいはい、ライブの情報ですね、9月日曜日いっぱいライブがありまして、9月の、すみません、ありがとうございます。9月の3日ですね、表参道チャイクオさんでですね、お昼からライブがあります。9月3日の日曜日、はい、そして9月10日のこの日曜日は本厚木に来まして、山野楽器さんでですね、インストアライブがあります。これフリーライブなので、ぜひあのチェックしてきてもらえたらと思っております、はい、そしてですね、9月の24日の日曜日、うん、これはですね、西荻窪のアートリオンさんというアコースティックライブハウスでですね、おしんみりと歌を歌っていきたいと思っておりまして、そして最後10月1日の日曜日、こちらだってですね、あの中目黒祐天寺、どっちからも行けるんですけど、うん、FJ's さんでですね、はいはい、ツーマンライブがありまして、はい、これ僕1時間ぐらいたっぷり歌うので、10月1日楽しみだ ね、 ね、チェックしてもらえたらと思っております。すごいね、もう都心から田舎まで、あ、もう田舎とか言わない、ね、全部網羅しておりますね。あとはもうこの夢ラボという番組も見てほしいですし、はい、そうですね、ぜひぜひと思っておりますよ、はい、皆さん応援してください、大貫亮君です。はいはい、はい、それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、渋谷はすごいお世話になっておりまして、聞いてくれてる皆さんにも多分すっごいお世話になってると思いますので、またこれからね、僕あのいい歌歌っていきますんで、これからもよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。今夜のゲストは大貫亮君でした。はい、ありがとうございました。豪勢師匠のちょっと聞いてよ。はい、はい、このコーナーはアザブスミスのベースである構成師匠が、勝手に自分の推し曲を無理やり皆さんに聞かせるコーナーでございます。押し付けのコーナーでございます、はい、急に構成師匠に変わるからね、師匠に変わりますからね。さて構成師匠、今夜のちょっと聞いてほしい推し曲は何でしょう。はい、うん、今日はですね、バンド名がつくも、つくも、はい、うん、つくもというバンドで電光石火という曲を、電光石火お持ちしました。なんか早そうな、テンポ早そうな曲です。そうね、はい、電光石火っていうか、ね、はい、つくもっていう名前もそうな感じ、うん、します。そうなんです、うん、もうこれはね、もう本当に、うん、まあ僕が書く曲なんかもこういうのが多いんですけど、うんうん、もうとにかくもうテンポが早くガツッとパンチのある曲を、うんうん、はい、お持ちしました。あ、ありがとうございます。ちょっと小野木くん、あのまだいるから。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来てね。また来てね。また来てね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれじゃあね、構成師匠から早速聞いてみましょう。曲紹介、はい、ぜひぜひ聞いてください。はい、それではつくもで電光石火をお聞きください。
ウェブ見てた人分かると思うんですけど、はい、なんか女の子が一人増えてるなと。これは何だと。振ってもらって。実は番組が始まってすぐですね、この外のね、はい、あのガラスにもうしがみついて見てる子がいたからしょうがないから入れてやろうということで入れてやったっていう。ちゃんと紹介してあげて。どういうことだと。ね、でんでんとはね、あの他の番組で一緒にね、はい、あのパーソナリティで一緒にやっておりますね。そうですね。本業はタレント業なのかな。本業は私はですね、うん、あ、そうだ、皆さんでは初めまして、はい、私は中西優香と申します、はい、本業はプロレスのレフェリーをさせていただいております。そうなんですよ。そうなんです。かわいすぎるプロレスレフェリー。いやいや、恐れ入ります。そうですね、今年から、プロレスのレフェリーで入団させていただいて、うん、ちょっとずつちょっとずつまだまだ新聞やけどってことでね。どうも何しに来たの。いやいやいや、寂しいやん。何が寂しいやんか。この今日女が。びっくりしますよね。アザブスミスにレフェリーが入ってきたということですよね。はい、入団にさせていただきました。じゃあしばらくね、今日はもう番組終わるまで絡んでもらえればと思いますが、やったー、よかった、来て、はい、こんな感じで毎日来ようかな。もう師匠がいつ喋ろう喋ろうと思ってます。師匠ほら、つくもについて。はい、いやもうこのつくもね、はい、つくもというバンドでして、はい、これはまだまだちょっと、まあ、2014年に結成して、うん、まだまだ若いバンドなんですけど、うん、ものすごくあのパンチのあるバンドでして、うん、PV 見たけど海でやる。ね、海、ね、PV もね、結構、まあ、ちょっとごめんなさい、詳しく調べてないですけど、うん、すごく有名な、はい、調べてこいや。おや、聞きたいや。お前が紹介するんちゃうか。お前のコーナーちゃうか。それを知りたかったのに。ものすごく有名な方に撮ってもらって、かっこいい PV 仕上がってます、うんうん。でも海ってロケーションがめっちゃいいですね。そう、ね、うん、なかなか撮れないからね。バンド的にはちょっと恐ろしいですけどね。そうだね。あ、そっか、楽器が発表で ね、 ね、それをパン、ね、素晴らしい、うん、ライブパフォーマンスもすごいバンドです。あ、こう言ってんの。あ、そうなんだ、うん、そうなんです。お前、自分で台本読んで自分で理解ごめんなさいね、皆さんそっちの系みたいな。つくもちゃん、なんか愛知県岡崎市ね、はい、こう言ってん、劇場ボーカルが率いる平均年齢24、23だっけ。そうですね、まあ、そのぐらいの番組、ね、私と同い年や、はいはい、お前を引き合い出すな。ちょいちょいアピールしてくるね。俺は倍上じゃん。ちゃんとレフリーさばいてさばいて。ノーノーノー。はい、この番組はですね、あ、まだ喋ることある。いや、もう大丈夫、大丈夫。あの構成師匠へのね、応援やね、こういったあの内容のクレームとかですね、メッセージとかですね、あのどしどしあのお待ちしておりますのでね、あのメールお待ちしておりますのでね、はい、あのみんな出してくるようにしてください。出してくるように、はい、ここにね、はい、あの見れるんですよね、はい、順次お願いします、はい、ということで、それでは皆さん、次回の構成師匠のちょっと聞いてよ、お楽しみに。楽しみに。アキオの歌わせてな。はい、ということでこのコーナーはですね、アザボスミスメインボーカルのアキオがいろんなアーティストの楽曲を生演奏で歌っちゃうコーナーでございます。歌わせてな。お前が歌うの。ちょいちょい入ってくるな。ちょいちょい出たがりリフやっぱ来たからさ。はい、失礼しました。さあ、今夜はですね、はい、サクッといきましょう、はい、サザンオールスターズの夏を諦めて、この曲を紹介したいと思います。夏も終わりですからね。夏も今日なんか涼しいですもんね。めっちゃ寒かった、びっくりした。もう毛皮出そうかと思ったぐらいでございます。いや、それは暑すぎ、暑すぎ。どんだけ寒がりやん。間違いない、こんな感じでございます。はい、これもう、ケンナオコさんの、ケンナオコさんも歌われてるんです、ね、これ実はね、ケンナオコさんの方が結構有名な風に出られてますけど、サザンオールスターズさんの方が先に出してるんです、1ヶ月半後にカバーしてるんですよね。あ、そうなの。そうなんですよ。そんな早くカバーするかね。短いスパン。うん、この歌詞の中にパシフィックホテルっていうのが出てくるんですけど、はいはいはい、実はこれ加山雄三さんのと加山雄三さんのお父さんが共同経営している本当のホテル。うん、あ、そうなん。そうなんですか、秋雄さん。これ何ですか、これ。ラジオショッピングですか。はい。ね、このホテルで桑田佳祐さんが、うん、アルバイトをしたことがあるということで、このそうなの。そうなのよ。大丈夫この感じ、うん、大丈夫よ、はい、ありがとうございます。夏を諦めてね、はい、桑田佳祐さんが作詞作曲された曲でございます、うん、はい、はい、ありました。じゃあそれでは今日の演奏で、はい、サザンオールスターズの夏を諦めてをお聴きください。どうぞ。
死亡戦が騒げばやがて雨の合図悔しげな彼女と駆け込むパシフィックホテル恨みしげにガラス越しに背中で見てる渚よ腰のあたりまで切れ込む水着も見れない夏目のお茶を飲み飲酒のシャワーで恋人も泣いてる諦めの夏を夏を諦めてを聞いていただきましたけど、なんかこう今の時間帯の渋谷の街を走る車のテールランプがね、こうちょっとこうしっぽりとね、こう見合う感じで、俺にすげえかっこいいこと言ってんな。ムーディーにね。自分で言っちゃう毎回。全部お前かい。すごいすごい良かったなと思います。なんか可愛らしなった。まあただ優香が隣にいるから余計盛り上がって歌ってたんだろうなと思う。ありがとうございます。テンション上がりました。でも隣でこうやって 手で当て振りされるとこう。そう。まだ部屋選んで。部屋を選んで。エアギターをされるからちょっとテンポがなかなかさあこんな感じでございます。素晴らしかったと思います。ありがとうございます。はい、さてこの番組ではリスナーさんの皆さんからですね、リクエストを受け付けております。はい、アザブスグスに声を演奏してほしいなんて曲がありましたらどしどし、こちらの番組までリクエストをいただきたいと思います。はい、皆さんリクエスト待ってますよ。はい、それでは皆さん次回も歌わせてーなー。アザブスグスのアザブって行こう。はい、このコーナーは僕らアザブスミスの曲や PV またはライブ映像を見ていただき、僕らアザブスミスをもっともっと知っていただこうというそんなコーナーでございます。はい、そうです。はい、今回はアザブスミスの曲で唯一のテレビ番組のエンディングテーマになった曲を PV をお持ちしました。そうなんだ、エンディングテーマ。意外と俺らやるんだよ。やるやると聞いてましたが、もうね、自分で言っていかないと思う。ね、もう言うてかんと。言うてかんとね。こんだけね、渋谷の街やからもう。聞けーみんな聞けー。あ、聞いてある聞いてある。これね、テレビ東京のね、何でしたっけ。主治医が見つかる診療所というね、番組がございまして、その、エンディングテーマになった曲でございましてね。はい、ただこの PV はなかなか大変でございまして。そうですよね。撮影のタイミング、ね、タイミングがね、春をテーマにした曲だから爽やかにちょっと撮ろうかなと、そういう感じだったんですけど、ね、なんか町田の方 の幼稚園借り切ってね、はい、やりましたね。ところが真冬でございまして、しゃ寒いのに、めっちゃ寒いの。俺らシャツ一枚みたいな、木枯らし後ろで吹くとキューって吹いて、ここなんか渦巻いてるとちょっとカットとか言わないな、ね、ダウン着てダウン着てみたいな感じで、それは寒いわ。何十個あの何この回路使ったかを。あれ、ね、本当に真冬やからね、うん、そう。でも春やからちょっとね、爽やかな顔していかんかんし。そうそうそう、いかなかんし。PV 見ると分かるけど、みんな爽やかよ。爽やか、ね、子供さんもいっぱい出てもらって、そう、ダンスもしてくれてるしね。ちゃんとね、振り付け入れてね、そうなん、こうダンスみんなでできる振り付けっていうね、なかなかね、見応えのある、おっさんたちが寒さに耐えながら、冬の寒さに耐えながら、春をどういうふうに演じてきたのか
と笑顔でやっております、ね、このなんかもう引きつった笑顔をぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。見どころがそこかい。はい、それではアザブスミスで明日をご覧ください。どうぞ。を聞いていただきました。はい、聞いていただきましたね、はい、ありがとうございます、ね、爽やか、全然寒そうに見えなかった、ね、うん、でしょでしょ。しかも折り紙をふーってしてくる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 って、そこかい、全部子供さんに頑張っていただいて、全部子供に持ったかれてる。全部崖に持ったかれたわ。いやね、でもこの頃はまだ後世師匠ギターなんでね、はい、最後のね、グリスピン、
ますね。あの頃は体が柔らかかった。いや、いつでもが柔らかい。いつでも柔らかい。秋葉の爽やかなアップね。ねえ。なんでも合うね、あんたは。ねえ。いろんな引き出しがあったはずなんだけどな。ちょっとお若いみたいなね。ちょっと皆さんお若いみたいなね。そうだね。そうだね。特に俺がお若いね。でもね、その時よりもなんか毛量が増えた気がする、でんでんは。でね。ちょっとまだ脱げないけどね、脱げないけどね、ちょっとね、最近増えてんねん。増えたってどういうこと？差し込んだの？ライブ見に仕込んでないわ。毛を差し込んだの？地道なマッサージとかいろいろいろかけたり塗ったり飲んだりしとんねん。いろいろパスだしたな、今飲んだか。これライブに来ると帽子かぶってないんでね、わかりますよ。そうボーンですよ。モッサンなの？見たことないかも、あんまりちゃんと。ちゃんと見に来いよ、お前。しし。ほんまね。毛量もチェックできるようなライブをやりますね。毛量ライブ。毛量ライブやね。誰が一番毛量が多いかなんてね。そんな毛量の話をするロックバンドってどうなのね。男のための男によるみたいな。まあな、まあうち恋ってんすともおかまみたいなやつだからね。綺麗な方や。さっき見ていただいたね、女の子もいるんですけれども。短パンやったよ、短パン。短パンでしたよ。よく寒くないよな。いや本当ね、あの時は寒かったもんね。あの時は寒かった。俺ちょっとズルしてたよね。なんとなく一番下に来てんだよね。ヒートテックってやつですか。気づかなかった。背中に確かカイロ貼ってた気がする。貼った貼った。寒くて寒くていらんかったもん、あれ。知るかと思ったよ。晴天だったからね。厳しいわ。ね、あの振り付けもね。あ、可愛かった。そうなんですよ、皆さん覚えていただいてね。ライブに来たら、明日へ向かって、チャン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 ですからね。これ覚えてもらってね、あの皆さんライブでぜひ一緒に、あの踊ってください。あの割といつもみんな踊ってくれないんで、ちょっとしらっとしてます。そんなことはない。ちゃんと映像をね、ご覧になっていただいて、振り付け覚えていただけたらね。はい、よろしくお願いします。はい、次回もアザブスブスの PV をご紹介したいと思います。お楽しみに。さて、今夜のアザブスビスト渋谷でないといかがでしたでしょうか。ね、今俺大変な事実が起こって、あのね、台本をね、あの事務所のやつに頼んだら、なんとエンディングがねって。あった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 。お父さん、お父さん、お父さん大丈夫。まあね、こういうね、ハプニングがあるのも生放送ということでね。まあ皆さんいかがだったでしょうか。いろいろありました、いろいろありました。まずね、声優のゲストさんですけども、神戸くんね。神戸たつきさんですよね。秋葉くんどうでした。いや、よかったですよ、本当に。あのやっぱり声優さんだけあって、いい声出すとやっぱ空気が変わるね。そうだね。ああ、そう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 だね。皆さんね、劇団ヘロヘロ級カンパニーね、見に行ってください。10月20日から29日でございます。神戸たつきくんですね。そして長身のスーパーボーカリスト、尾貫亮くん、どうだった師匠。いやもうなんかね、そのなんだろう、すごいすごいでかいのに柔らかい歌声で爽やかやらしてくれて、 ESP 恐るべし。あ、 ESP 恐るべし。あんたの母校やけど、あんたも卒業生やからな。そうそう、そうなんね。素晴らしい歌声が素晴らしい。大したもんだ。こんな。よし、今度なんか師匠がプレゼントしてくれるぞ。はい、はい、こんなことはどうでもいい。ここでアザブスミスからライブの告知です。ようやくやで、本当。ようやくアザブスミスのこと言わせてもらおう。9月23日、池袋西口公園ステージという場所でですね、第50回袋祭り、こちらに出演いたします。出演時間は午後5時50分から6時20分、30分間。30分。こちらね、入場無料、フリーでございます。あ、フリー、それはいかない。ただしこう周りにね、出店があるんで、なんか食べながら、飲みながらね、彼女と腕組みながらね、あのいろいろ楽しみながらライブを見れますのでね、最高。僕らのライブをぜひ足運んでいただいて、なんせ無料ですから、何回も言いますけど、あのこんなチャンスめったにないんで、あの僕らのライブ見に来てくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてアザブスミス、こういったライブ情報はですね、あのフェイスブック、アザブスミスのオフィシャルページで確認できますのでね、ライブ情報
情報をチェックしてアザブスのライブを追っかけに来てくださいませ。はい、もう一回まだ俺喋るぞ。いいか。そしてこの番組のご意見ご要望リクエストはですね、あの、うん、info@shibuyacrossfm.jp までメールをください。必ず番組に反映させていただきます。はい、そしてツイッターのお知らせは今日から。はい、僕らアザブスミスはツイッターもやっておりますし、この番組でもツイッターをでメッセージをお待ちしております。うん、カタカナでハッシュタグアザブスミスナイトと打っていただければ、うん、僕ら番組でチク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 いじりますので、ぜひ、ハッシュタグアザブスミスナイトで、メッセージをください。はい、お待ちしております。はい、そして YouTube 関係構成師匠。はい、YouTube、YouTube の方にアザブスミスチャンネル、アザブスミスチャンネルを作ってますので、はい、検索していただいて、ぜひぜひ見ていただいて、うん、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、あ、なんかその登録するんだ。はい、あ、全然使い方わからんだ。難しいよね。そんなやつも映ってます。はい、はい、で、言うかなんか短く言う、ね、なんか告知ある？告知ですか。うん、私は今のところレフェリーとして精進してます。うん、ちょっとずつ私もね、Facebook で、はい、中西優香で、はい、検索していただければ出てくるので、うん、見ていただければと思います。はい、可愛らしいこれからの子でございます。皆さん応援してください。それでは皆さん、また再来週この時間でお待ちしてます。さようなら。